二人で半人前。皆さんこんにちは、ドリフトアイズライダーです。超久しぶり、ヨンカンです。はい、超久しぶりですね。超久しぶり。いや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 、久しぶり。すげえ久しぶりですよ。お久しぶりです。はい。でですね、はい、まあお久しぶりというのも、一応ね、動画というかチャンネルのコミュニティ欄っていうのがね、あって、そこには、うん、たまに書いたりしてるんですけど、うん、そこにはね、もう事前に書いてたんですが、はい、この今ね、撮ってるカメラの調子が悪くて、今年のその2023年の、ラストランか、毎年ラストランで撮ってたり、ね、はい、バイクでね、してますけど、はい、それがね、2回撮ったのに2回とも音が全部入ってなかったの。そう、心折れちゃうよね。そうなんだよ。それもあって、この今ね、動画も撮ってるけど、うん、これが多分ちゃんと動画公開されてるってことはちゃんと音が入ってるはず、うんうん、もしかしたら入ってなんかね、なんか原因はちょっと分かってきたんだけど、はい、もしかしたら入ってないかもしれないっていう、今ねちょっと怖いんだけどドキドキです。そう、その中でね、今ちょっとやってるんですよね。はい、はい、で、まあ久しぶりなんで、うん、まあちょっともうバイクってわけにもいかないんですけど、うん、まあ、とある車内雑談みたいな感じで、はい、まあ、ちょっと話して走ってって感じなんですが、はい、今日はね、まあ、ただの雑談っていうよりも、うん、ちょっとしたお買い物。お買い物お買い物です。そうだね、実はね、お互い今ね、うん、手元に1万円札持ってるわけ。はい、うん、で、何をと、うんうん、あ、じゃあ発表してください。何買うんですかって。じゃじゃん。じゃじゃん。年末ジャンボ宝くじです。そうなんだよ、夢買おうぜ。そうなの、うん、そのとりあえず1万円っていう上限2人でね、はい、じゃあ1万円分だけ買おうかっていう話をして、うん、はい、もう結構何年か前から買ってんだけど、うんうん、どんなもんかちょっとお互い買ってみようよと。そうだね、うん、あんまり今まで買ったことなかったんだけど、うんうん、私はその全戦全敗。あ、ここ数年かい？だね。ああ、うん、そうだね。私はそれでも3000円とか当たったりしたのかな。うらやましいよ。全敗からしたらうらやましいよ。あ、まあ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 、でもね、よく何、300円が当たりましたとかさ、うん、そういうのはやっぱ存在するからね。まあ、それはね、必ず当たるものだから。そうそう。うん、よくまあ、バラくじで買うか、連番で買うかなんてあるけど、うん、連番買えば必ず1枚は300円が入ってるから。はい、うん、まあ、ということでね、今からちょっとまあこの辺ちょうど今適当に国道走ってて、うん、まあ、こっからだったらこのまま真っすぐ行ったらイトーヨーカ堂が左手にね、はい、あるんで、そこで買おうかと、うん、はい、いうことなんですけど、まあまあまあ実績のある売り場ですから。まあね、北見だと昔から売ってるからね。売ってる、うん。ちなみにヨーカンさん、どういう買い方をするの？いや、そのお店の前に立つまで迷ってるよ。ああ、そのさっき言ったバラとか連番とか。そう。ああ、そういうこと。そう、まあ、1万円分ってことはまあまあまあ30万円ぐらいですか。そうだね、うん、まあ、半端なの3枚とか買わない限りは、うん、1万円だと思ってるけど、実質9000円分買った感じか。そうだね、30万円、うん、で毎年それでお互いやってるからね。そうそうそう、うん、今年もそれで行こうかなって感じかな。じゃあそうだね、うん、バラを10枚、連番を20枚か。あ、どっちに重きを置くかってことだよね。そう、連番を10枚、バラを20枚するか。あ、確かにな、こう今見てる方でさ、宝くじ毎年買ってるよって人とかもね、いるかもしれないけど、どうしてるんだろう ね、うん、もう通してるか、その連番を30枚、バラを30枚にしてるのか。そうだね、うん、その辺がどう、まあ、多分買い方を人それぞれ多分やっぱ好みというかこだわりがあるんだろうけど。そうだね、うん、お、見えてきたぞ、ヨーカドー。おっとっと、ここだね。どうしようか、裏から入ろうか、駐車場のあれもあるからね。そうだね、ちょっと建物を通り過ぎたところから、うん、裏の路地に入って、裏の方から駐車場に入ると。はい、それで行こう。さあ、ドリフトさんは。いや、私はね、例年ね、毎年確かね、連番を10枚買って、はいはい、バラを20枚買ってたはずなの。ああ、それは一貫してる。
そう、うん、毎回のパターンでね、うん、だから今年実はねちょっとスクラッチってのも興味あるなと思って。そうだね、浮気心が働くわけだ。そうそうそう。まあでもあのこれ今ね見てる方にも言っとくけど、今年の冬、あの去年はさ、うん、年越し宗谷岬って言っててっぺん年越し行ったじゃない、はい、で今年も実はちょっと一箇所出かけようと思ってるんですよ、うんうん、今年の年末もね。そうね。なのでそれがやっぱり大晦日から正月にかけてなんですけど、はい、宝くじって大晦日31日に発表されるじゃないですか、うん、番号が、うん、でね、その取りに行った時にさ、その年明けてね、はい、そこで発表しようかなと思って番号、おーおーおー、番号見ようじゃないかお互いのっていう。そうだね、うん、こういう勝負だ。そうだね、うん、まあなかなか当たらないからさ、勝負ったって難しいとは思うけども引き分けばっかりと思うけど基本ね。せいぜいレベルの低い戦いが切って落とされるわけですよ新年早々。そういうことになるね、うん、さあ駐車場入りますよ。ちょうどねここすぐ手前にこう宝くじ売り場ありますんで、はい、あーすごいいるよ、並んでるよ。並んでますな、うん、宝くじ買いますって人が。私たちも行きましょうよ、夢を変えましょうよ。変えましょう変えましょう。ちょうど今ね皆さんにも見えるようなところ止まりますから。はい、ここでーす。ここで買いましょう。オッケーオッケーオッケー、大丈夫かな、ちゃんと黄色い線の間入ってるかな。母の少女も買うのかな。どう考えてもおじいちゃんの付き添いとかじゃないの。なんかそんな感じするけどね。付き添い、おじいちゃんの付き添い。でもね、意外とああいうね、あの純粋な子の方がね当たるんですよ、こういうくじ物っていうのはさ。そうだね、そうそうそう。よし、ということでじゃあ行ってきましょう。はい、はい、また後ほど。イエーイ、はい。はい、ということでただいま、はい、はい、買ってきました。買ってまいりましたよ、はい、一応ね、お互い結局同じ買い方になりましたね。あ、こっちか左。そうですね、はい、バラを20枚、はい、で、連番を10枚、年末ジャンボです。そうだね、年末ジャンボだね、はい、結局スクラッチ私迷ったんだけどね、やっぱね、ここはやっぱお揃いで勝負に出た方がいいかなと。そうだね、そういうことで、条件は同じの方が。そうですよ、はい、それで結果的に、合計30枚ですね。9000分買いましたね。はい、はい、これがね、そうそうそう、当たればで、なんかね、ここはあれなんだね、ちゃんと宝くじのなんかチャンスセンターっていう、うん、公式みたいな、うん、公式売り場、非公式な売り場ってないと思うんだけどそうだねなんかちゃんとチャンスセンターって名前がついてるんで、なんかねおかしくないね、アルフォート、うん、なんか30枚買うと、そうそう、30枚以上の方には粗品がついてますっつって、うん、なんか男性は普通のアルフォート、女性はなんかいちご味の方だったかな、ね、うん、初めて私は見ました。ちゃんと非売品って書いてある。そう、裏に ねで、表に宝くじチャンスセンターってなんか名前入っててさ、うん、こんなのあんだと思って、ね、すげえなーっていう。とりあえず国道混んでたんで、今南大通りの方に逃げましょう。逃げます、はい、まあ、とりあえずね、それでまあ、買ってきました。うん、あとはその、まあ、さっき言ってたね、はい、今年の一応年越し正月あたりにね、はい、まあ、年越し31日にはちゃんと見ないようにして、うん、年越しにお互い見ましょうよと。そうですね、はい、いうことでね、ちょっと楽しみ、ワクワク、まだ時間はあるけど、はい、ワクワクしながら待ちましょうと。いやもう当たる予感しかしない今日毎年そんなこと言ってないしかもさ、毎年そんなこと言っといて結果私に負けてんだからね私はもうあんまりそこまでは言いませんから。あれだよ、おみくじも毎年予告大吉してるけど。ああそうだね、うん、そう、おみくじに関してはね、私は意外とね、うん、大吉出てないからね。ああそうだね、そうそうそう、なんか末吉とか小吉とかが多いんだよね。私大吉は出る。なんでだろうね、大吉は出るけど大してそんないい運勢かどうかっていうのはね一年を通していいんですよ、その幸せに過ごせればそれはもういいんです一年だったなって最後に思えればそれは幸せで大吉だったんですよ。あ、そうだね、そういうことですよ終わり良ければ全て良しって言うじゃないですかそうだね、そうだよ、まあそんなこんなでね、はい、まあ、とりあえず適当に走って今南に入っちゃったけど、まあ
とりあえずそんな感じで、はい、まあ何をっていうわけでもないんだけど、はい、とりあえず近況報告みたいな感じに近いかな、うん、まあそんな感じだね。あとはこれがちゃんと録画されててくれることを祈るって感じだね。本当にね、うん、マジでね、ここまで撮ってダメだったらいよいよアテレコってことも出てくるから、あそれはそれでちょっと悲しいんだけどさ。悲しい、そうだよ。まあとりあえずね、そんな感じで、今年もね、うん、まだね、この辺北見周辺は全然雪も見た通りないですし、はい、まあ、今年もちょっと遅いね、去年と同じでね。まあ、来週雪の予報あるけど、それがどんだけ降るのか、どんだけ残るのか。うん、そうだね。多分この調子でいけば、いきなりドカッと降っていきなりね雪ってパターンになるんじゃないかなっていう気がするんでね、うん、まあ、また寒い寒い冬の始まりですよ。そうです、はい、という感じでね、今日はこの辺で終了しようかなと思います、はい、また次回はですね、まあ、どんな動画になるか分かりませんけれども、また合間にね、撮って、はい、大丈夫か、すげえ前ですよ、びっくりした。まあ、そんな感じでね、行きたいと思います、はい、よろしいでしょうか、はい、今日はお買い物動画でした。そうだね、はい、お買い物っていうかなんというかなんだけど、まあ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 、お金使ってるからね。そうでしょ、まあそういう感じでね、今回は終了したいと思います。はい、はい、最後までご視聴いただきました皆様、本当にありがとうございました。ありがとうございます。はい、宝くじ買った方はね、当たるように祈ってます。当たりますようにって言われましたね、はい、そうだね、はい、皆さんも私たち当たるようにぜひぜひ祈っておいてもらって、はい、祈ってください。そうだね、もうすっげー適当にいろんなとこ走り回ってるけど、うん、どこ行くんだこれどこに行くつもりなんでしょう、まあ、とりあえずなんとなく今右にウインカー出しちゃってまあまあそんな感じでね、以上ですかね、はい、はい、ということでこれで終了したいと思います。はい、はい、それでは皆さん、またねまたね、バイバーイ。